かなか独特な感じですね。さあ、ということで、ちょうど日付がしてくるんですね。で、妖怪地域で、あれか、ずっと止めて待っとくっていう感じなんですね。また妖怪地域、新妖怪地域ね、一つ手前のところですね、妖怪地。まあ、ちょうどここから、その、妖怪地、まあ、そんなに距離も離れてないんで、ちょっと歩いても面白そうかなということで、降りてみましたけど、なかなか、ここは新ですけど、なんかこっちの方は駅舎古そうだよね。設備とかもそうですけど、この辺りの改札なんかも、昔は友人会社でやってたんでしょうね。あ、もう実験大事か。感じですね。どこ行ったんですか、どこ行ったんですか。そうかな。よしよしよし。すぐそこらしいかな。ちょっと行きそう。こんな感じなんですね。よいしょ。新規になってるけど、こっちの方のが歴史感ありますけどね。うん、やっぱし。あ、でもトイレ防止工事やってんだ。トイレが綺麗になるの大きいですね。それでも、大正、明治の建物って言われても、納得いくぐらいなかなかすごいですね。で昔は上も使って宿舎とかになってたんでしょうね。工事とかできるような。あれかな、大体こういうふうに、旧の駅があって、新がある場合は、新の方に市街地があってっていうパターンが多いんですけど、ここはそういうわけでもないみたいですね。妖怪地の駅前の方のガルプラザとかありますもんね。ちょっと、なんとなくの感覚で、こっち行くんやろなっていうのはわかるんで、っていうのはね、ちょっと、厄介なことに、スマホの電池がね、えらい少なくなってしまいましてですね、まあ充電がちゃんとできてなかった状態からね、まあ車の中で充電してればいいやって思ってたところから、急にこの電車規格に変えちゃったんで、原因ははっきりしてるんですけど、金表、スマッ道具機、ウィシュッツ、三省堂、本屋さんではないですね、ドレスショップだ、あ、なるほどね。マキタとか、廃校機の。マキタ専門でもないのかな、どうかな。なるほどな。マキタ製。マキタの専属みたいな感じかもしれないね。こっちの方にも資材のやつもそうなんだ。なかなか。こっちの新の方がやっぱ旧市街って感じですよね。まあもしかしたらあれですけどね、新もともとその妖怪地域までは全然なくて、新でこっちに、市街地があったから、そっちの方にも駅を作ったんやけど、あっちの方が乗り換え接続駅とかになるし、まあそっちがあると今度戦後大型店舗建てやすく買ったりするっていうメリットもあったりするんで、開発でね、それにアルプラザとか建ってるから向こうの方が今結局栄えてる感じになってるのかな。それはしかし狭いぞ、それは狭いぞ、なかなかな、なかなか難易度高いね、これ。ほうで、
これは妖怪地線かな。あ、すごいな。あ、これちょうど分岐点するところの交差点なんだ。なるほどな。はいはいはい、こっちは本線でね。あ、ここに車も見えるけど、まあ何せここで車通りが多いから、あんまのんきな撮影できんな。よし。へえ。これは。おいやね。よいしょ。お人気お弁当。みのりやん。へえ。閉まってるのかな。あ、でもみのりやん。あ、そう、買ったやつ、前まで駅で買ったやつ、電車の中で食べようかなと思ったけど、まあまあまあ人もいたし、まあ確かにロングシートのところだとね、あんまり食べてどうのこうのね、しにくいですからね。さあ、ここに渡っちゃおうかな。どうしようかな。ここは、お、よくわからんけど、山田って書いてある。これかなり歴史のある山田です。文政、なんのあれなんだろう。右京都、旧市街のあれか。へえ。ずっとあれずっと、さっきのとこは駅からちょっとずつ離れちゃってるから、戻った方がいいと思ってるんだけど、まあそこ、あ、それ商店街かな。へえ。そうだからあんま開いてなさそうだけど、はあ、神店、ここは狭いんだね。さあこれが妖怪地駅前、これ駅前の小町通りって感じかな。西戸さん街道、休日だからあれかな、ちょっと閉まったところ多そうかな。うん、今日はなんか開いてないけど、なんか現役の店はそこそこありそうですね。あ、意外と言うと、運送、アメカジか。この辺りはあるかな、ちょっと座ってる感じですけど、まあ、この辺商店街になってますよね。
新規に入ってんだね。へぇー。パンフェクト。おっ、結構、主役さんいるな。へぇー、すげー、すげー、すげー、パンだ。うん、センスなんている。まあ、なんか地味なしてたね。なんか。あの、古民家カフェみたいな感じで。古い。そのままにゃんこ。にゃんこ。にゃん。細いよ。まで関節って感じで普通に行くな。まあ人慣れはしてますよね。仕事のにゃんこなんで。ストーンと抜けて。久しぶりにちょっと歩くなんかやっとこうかな。そう、カップルはね、まあ車内かなんかでまたちょっと撮ってね。あの、レビューとも言えない、あの、もぐもぐタイムを撮ろうかなとは思ってますんで。そうなるとね、ちょっと、回って、あ、いた、あ、もう、こちら。そう。そこがもう、妖怪店の駅前で、そう。うまいやろ。よし。まあ、歩くだったら軽く飯食うか。でも、居酒屋が遅そうなんでね。夜の店が遅そうだから。軽く食うには、いや、歩くだったらこれだけちょうどいいだろ。あれだったら弁当買ったりしてもいいし。よし。